皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。まあ、今週もね、いろいろあったけど、まあ楽しく過ごしたかな、良かったかなと思います。まあね、ちょっと予定がまだ1件増えたから、めんどくせえなって感じなんだけど、なかなかね、落ち着かないね。まあ、落ち着かないというかね、次の予定が来るみたいな感じ。どん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 。まあ、優先順位があるからね、溜め込まないようにはしてるんだけど、後回しにした結果が今こうなってる。っていうか、忙しくはないんだよ。多分多忙ではないんだよ。ただ、一件一件が小さいんだけど、まあ、いろいろとめんどくさいことになってる。まあ、そういう意味では、どうなんだろう。でも、余裕は、まあ、できてるからな。多少。うん、その余裕の時間に、その優先順位の高い順っていうかな。今までまとめてきた分を、消化してる。なんか夏休みの宿題をやってるイメージかな。今時間が空いてるから夏休みの宿題溜め込んでるからやっときますかみたいな感じ。うん。表現がちょっとうまくいってるかわかんないけど。まあそれが全部ね、片付いたら、またちょっと自分のやりたいこととかね。まあ自分のやりたいこともね、多少できてるんだけど、まあそれは後回しでいいかなっていうふうに、今ちょっと。うん。のほほんと過ごしたいのが、ちょっとね、今の俺の目標かな。殺伐としてまでいないんだけど、ちょっと追われてるかな。追われてまでいないか。うん。まあ、みんなね、いろいろね、大変な思いしてるから、少しでもね、手伝えればって思うんだけど、まあ、限度があるよね。うん。まあ、みんないろいろだよね。人のこと言えないけど。うん。まあ、強いて言えば、俺もね、だいぶ、うん。なんか、おせっかいが過ぎるというかさ、優しすぎるっていうのもあるから、ほっとけばいいのかもしれないな。うん。まあいいや。それはね、ちょっと気にせずに過ごそうかなと思います。それでは、今日もありがとう。また明日もよろしく。